みけふかおちいらい業者さんをめちゃめちゃ連絡した。あの3社ほどね見積もりを出してもらって、業者さんもさ、いつ頃引っ越しされたいんですかみたいな、9月1日の時点でね、いつ頃ですか、来週末とか来週末みたいな、ちょっとびっくりしていて。そうでもね、ほんと見積もりのね大事さをねみんなに知ってほしいのが、だって見積もりさお願いして、初めての見積もりだったの。引っ越し業者さんで見積もりを取ったことなくて、っていうのも引っ越し全然したことないからさ、見積もり出してもらうときに一つ目の引っ越し業者さんがなんか55万って言われて55万、一人暮らしで55万みたいな。でも団長はなんかそういうもんなのかもしれないと思って、そう引っ越しという常識がなかったから、もしかしてこれって普通なのかな。ちなみにあの、ま、これは別にあの大丈夫な情報なんで言うんですけど、ね、今団長バーチャルあの都内にいるんですけど、ま、バーチャル都内からバーチャル都内に引っ越すんですよね。でしかもその55万の内訳が、引っ越し業者さんが10人がかりで2日間かけて引っ越すみたいな。あ、これ人件費10人がかり、団長んち10人も入らないぞと思いながら、いやどうしようと思って、でも50万、まあでも55万で、でもさ急だし、そのね、まあ、来週やってくれならいいかなとかね思ってたりしたんよ。したらその後に見積もりしてくれた人がなんとなんと23万だったの23万、さっきと全然半分と思ってさ。あのね、引っ越し業者さんによって違うらしいわ。どこのね業者さんかはちょっと秘密ですが、会社関係ないらしく、なんかお断り価格っていうのがあるらしいんよ。55万はやっぱ高いんで、多分その日程が込み込みで、だから本当にその価格で、破格だったら やりますみたいな。まあね、業者さんも忙しいから、そう、あ、なるほどなと思って、だからそこにお願いしましたそうそうそう、2日かかるって言われて、引っ越し2日かかるんだったら団長は1日どこで過ごせばいいんだって思ったんだけど、1日でやってくれたよ。朝からね、夕方でなんとかなりました。いやー、ありがとう。